皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年10月の2日月曜日でございます。気温は24度といったところでございましょうか。なんだか昨日の今日で随分と下がった気がしませんか。昨日は29度ぐらいでして暑かったのに今日は24度。そうなりますとなんだかこの気温の変わりがあまりにも激しいので体調とか崩したりしちゃいますよね。皆様はくれぐれも体調を崩さないようお願いいたします。僕は体調を崩しまして、やっぱり本当に健康はもう第一だなって思いました。健康第一ということを言わせていただきたいと思います。とのことでして、皆様の健康をお祈りいたしますよ。そういうことでございまして、本日も引きこもりスアワー行かせていただきましょうかね。その前にですよ、そうですそうです、はい、昨日もたくさんのたくさんの YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん、ハリリンさん、ハナピさん、コメントありがとうございます。もう本当にサンピアさんのお一言、はい、お一言をご正解いただけて嬉しいばかりでございます。さらにはちょっとそうですね、お夕飯コーナーへの反響もございますよね。そうしたことでして、もう僕はお夕飯コーナーもうさすがにいろいろとやり続けて、もう何もアイデアが出ないのでございますよ。ですから若干美味しさはないんじゃないだろうかなっていうようなものにもチャレンジしております。そんなもう枯渇しきったそういうお夕飯コーナーをこれからも温かく見守っていただけますと幸いです。そして先ほど花火さんとおっしゃってしまいましたが、おっしゃってって自分に言っちゃいましたね、言ってしまいましたが、花火さんは HANAPI さんなのでございます。 HANAPI さん、はい、日本の方じゃないようでございまして、そうなんですよ、日本語はそうなんです、もしかしてここでお名前お呼びしてもお伝えすることができていないかなっていうことがあり残念なのでございました。僕に英語の一つもできればな、そういうように思いますよ。今から本気で勉強して英語ってどれぐらいの月日で学べるものなのでございます。習得できる、何ヶ月で習得できますか。でもやっぱり無理かな、やっぱり無理ですね。僕勉強苦手ですもん。でも英語は習得したいなっていうふうにすごく思います。すごく、はい、ですから英語は頑張ればできるよということございましたら、ぜひとも YouTube へのコメントや、はい、お便りでお教えいただけますと嬉しいばかりでございます。改めまして、CK さん、ハリュユンさん、ハナピさん、 YouTube へのコメントありがとうございます。そしてじゃあ行きますか。はい、お便りを本日いただいております。お便りをですから、そのお便り一体どのようなお便りか、はい、拝読させていただきたいと思いますよ。じゃあ行きますね。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、
本当にいつもいつもエブリデイエブリデイありがとうね。あんこさんのお便りによってこの放送に張りができてると思いますから、ということでして、はい、本日もあんこさんよりお便りをいただきましたよ。そんなあんこさんのお便りの内容、まずはお読みしてからコメントしたいと思います。じゃあ読ませていただきます。じゃん、リスちゃん、野良動物さんへの声掛けやめてー、ひょこひょこ出てこられたらと思うとふふふふふふ、大腸内視鏡検査をしようと思ったのは母が直腸がんになり手術をしたことがきっかけです。かなり勇気が必要な検査ですが、リスちゃんにファイトいただいたので頑張れそう。どんな検査かはお楽しみにね、とのことですが、お楽しみになるのは難しいですかと。むしろ心配の方が募りますよ。もうあんこさんに何かあったらと思うと、もう普通に嫌です。本当に嫌です。本当の本当に嫌ですから、そうは言わせていただきたいと思います。そしてやっぱりその大腸内視鏡検査、はい、こちらがどういうものかをお楽しみにするのもなかなかハードルが高いと思いますよ。そこは、はい、もうディマルニーランドなら、あ、楽しみってなりますが、大腸内視鏡検査って言われたら、ちょっとドキドキっていうことでございまして、やっぱりどうしてもお楽しみにはなるの難しいかなってちょっとは思っちゃいましたりしましたりしますよ。そういうことでございますので、はい、お楽しみかどうかは分かりませんが、またのご追伸、はい、そこはお楽しみにさせていただきます。はい、お楽しみっていうかやっぱり心配ですけれどもね。もうやだな。それにものすごいご深刻な、はい、お話じゃございませんか。お母様のこと、お母様はそういうことでございますか。もうなんてコメントしていいやらですよ。僕は本当に僕自身が病気になるのはいいんですよ。でも周りの方がなられるのは本当に困るんです。本当に困りますから、もう皆様ご病気にならないでください。ご病気にならないでくださいよ。それを強く言わせていただきます。本当に僕困っちゃいます。ですから皆様の健康を祈っているのはもう本気ですからね。本気で皆様のご健康を願って、そして絶対に病気にならないでください。もうこれは逆にそうなんですよ、約束してほしいぐらいです。病気には絶対ならないで、僕はなってもいいから、ということを言わせていただきます。そうなんです、もう作者さんも病気ですし、もうあんこさんのお母様も病気ですし、でもう何ですかね、もうこんなに現代のその医療っていうのが発展してるじゃないですか。なのにどうしてまだまだそうしていろいろご病気にかかっちゃう方いらっしゃって、そして治せなかったりするんです。もうハリリンさん助けてくださいよってもう思い切り本当にそうなんですよ、急に振られてびっくりしちゃいますよね。すみませんね、ハリリンさん急に振っちゃいまして。
もうもう訴えどころがなくて、もうもうハリリンさんに訴えちゃいました。すみません、本当に本当に本当に僕嫌なんです、皆さんが病気になっちゃうのですから、もうもう本当にお願いいたしました。ご病気にはならないようよろしくお願いいたしますとのことでして、そしてそして昨日は僕が突然振っちゃってすみませんね。でもやっぱりあんこさんのご家庭、はい、ここで飼われる動物さんって幸せさんだなって思うんですよ。ですから野良動物さんはハリリンさんじゃなくて、すみません、もうもう今間違えましたよ。はい、もうもうあんこさんでございました。あんこさんのご家庭に飼われるのおすすめというふうに勝手に言っちゃいまして、申し訳がございませんでした。もうもう本当に、でもあんこさんの、はい、お家はきっと快適だろうなっていうようには思ってますからね。ですのでそうなんです、ついつい言っちゃいまして申し訳がございません。はい、でも言っちゃいたくなる気持ちは分かってくださいね。何せ改装までしちゃうわけですからね。そうなんですよ、そんな快適間違いなしのあんこさんのご家庭はもうもう動物さんの楽園だと思います。そこが楽園だと思いましたからね。ということでして、はい、動物さんたちの楽園がそこに存在しているっていうことは間違いないなと思った僕なのでございました。そういうことでございまして、はい、あんこさんからのお便りでございました。あんこさん、お便りいつもいつもありがとうございます。そして大また名前がどうしても覚えられないんですよね。大腸内視鏡検査、はい、大腸内視鏡検査のその後日談を、はい、どうかよろしくお願いいたします。まあなんかお手柔らかにお願いいたします。お手柔らかに。そういうことでございまして、あんこさんからのお便りでございました。ではでは、はい、僕のお夕飯コーナーに行きましょうか。いろいろとお話を伺った後のお夕飯コーナーじゃやっぱり物足りないですけれどもね、はい、そうは思いますが行かせていただきます。ではでは行きますよ。僕の昨日のお夕飯は、生姜焼き弁当へのほんのりごま油がけでございます。それはというのはこちら、はい、もうもう完全な生姜焼き弁当でございます。生姜焼き弁当にほんのりほんのちょびっとごま油を、はい、かけた次第でございます。でも本当にこのミニスミに、ミニスミに、ミニスミって言いにくい。なんだこれ、ミニ、ミニスミになっちゃいますよ。ミニスミ、ミニスミ、ミニスミ。大丈夫ですか？言えてます？ミニスミに、はい、ほんのちょっと、一滴二滴垂らしたぐらいでございますけれどもね。でも、アレンジレシピとしてしまいました。はい、アレンジレシピと。ほぼほぼもうもうそのままの生姜焼きお弁当でございますとのことでして、こちらもうもう大美味ということを言わせていただきます。めちゃくちゃ美味しいですから、はい、もうめちゃくちゃですよ。逆に逆にめちゃくちゃです。こんなに美味しいものがあったら世の中ちょっとダメになっちゃいますよ。それは僕思いましたね。いいものはなんて言うんですか、美味しいものは堕落させる、
生物を堕落させる、そういうように僕は思います。ですからちょっと味気ないものの方がむしろ幸せであるんじゃないかな、そういうところを僕は深く考えました。はい、美味しいものは、はい、生き物を堕落させる、そういう説が僕はあるんじゃないかなってちょっと思いまして、どうでございましょうか。そういう説確かにあるよということございましたならば、ぜひともお教えいただきたいと思います。そしてほぼほぼごま油感じることはございませんでした。一滴二滴ですからね。ですのでもう本当に生姜焼き弁当をとっても堪能することができました。もう美味しさ満点、はい、そういうように言わせていただきたいと思います。そんなお夕飯コーナーでございました。ではでは、お一言コーナーへ行きたいと思いますよ。いいですかね。じゃあ行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとうね。サンピアさんの一言が今日はなんだろうなんだろうって、そういうように人気コーナーだと思いますからということでして、もうサンピアさんのお一言コーナーっていう風に言わせていただきたいぐらい、サンピアさん、はい、ばっかりでございます。たまにはあれですよ、お一言、全然たまにはって言いますか、普通にお一言募集してますからね。こういうお一言を言ってよっていうことございましたならば、お気軽にお便りコーナーからお寄せくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、もちろんお悩み相談でも、普通にご生活をご報告してくださることでも、お便りはいろいろなことをお待ちしております。いろんなパターンのお便り、ぜひともお願いいたしますとのことでして、ではでは拝見いたしましょうか。サンピアさんの一言、じゃん。あー、これは今回とっても簡単です。はい、もうとっても簡単ということを言わせていただきたいと思います。はい、言わせていただきたいと、はい、まあ何かと申しますと、地球を回る衛星ございますよね。唯一の衛星、はい、それが、はい、もうそれを英語で言ってくださいませ。それを英語で、そうです、はい、もう地球を回る唯一の衛星と言いましたら、あれしかありませんよね。ちょっと僕わざわざ、本当は日本語で言ってもいいのに、わざわざちょっと難しい言い方をしてしまいました。でも若干難しくても今回は大丈夫かなって思いまして、はい、そうですそれでございます。うさぎさんがお餅つきをペッタンペッタンしている、そんな衛星でございます。そんな衛星で、ですからそれを英語で言っていただいて、語尾に僕がつきます。それによって、はい、ほにゃほにゃ僕ということでございまして、これをいただけて僕はどう思ったかと申しますと、やっぱりそうなんですかね、どうなんですかね、その衛星にはやっぱり僕みたいな種族もいたりするんですかね。何せウサギさんがいるくらいですから。でもウサギさんに見えるっていうその模様、でもよく見たら僕にも見えませんか。僕にも、どうですこれ。そうですよね、
僕にもちょっと見えますよね。ということですから、ちょっと本当は僕の種族でも良かったんじゃないかなっていうのを思ったりします。なんでやっぱりウサギさんになっちゃったんだろうなっていうのをちょっと嫉妬を覚えますよ。嫉妬、嫉妬を覚えるって言いましたが、そんなに本当は嫉妬してませんけれどもね、別にどっちでもいいやぐらいに思っちゃってますけれどもね。そんなこと言っちゃったら良くないですかね。とにかくもう、とにかくもうもう、はい、そういうことでございまして、うさぎさんぺったんぺったん衛星僕ということでございました。はい、もうもうお分かりになられたと思いますので、そうですよ、中には見ると狼になっちゃうっていう、その見るそのものでございますよ。見るそのもので、はい、そういうことでございまして、行かせていただきましょうかね。サンピアさんの一言ではでは行きますよ。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。ねえ。